南京戦、南京戦、南京戦、英語、バトル・オブ・南京キンは、日中戦争における戦闘の一つで、1937年、昭和12年8月以降の上海戦の戦線が拡大し、12月に中華民国の首都南京で展開した。日本軍は中国軍を追撃し、南京を陥落させた。日本軍からは、南京攻略戦、中国側から見て、 上海線と南京線を合わせて、上海南京保衛線とする研究もある。この戦闘の最中に、南京事件が発生したとされ、戦後南京軍事法廷や東京裁判で訴追された。ただし、事件の内実については、論争がある、南京事件論争。1937年、昭和12年7月の露光橋事件で日本と中国は全面衝突し、 7月末から8月にかけて、上海で大戦事件など、日本将兵が殺害される事件が相次ぎ、8月13日中国軍が攻撃を開始し、第二次上海事変が始まった。8月14日には、中国空軍による上海爆撃が実施され、日本軍陣地だけでなく、疎開地などの陥落外にも被害が出た。これを受けて日本は8月15日に、 もはや因人その限度に達し、品軍の暴虐を要聴すると声明を出し、第三、第十一師団による上海派遣軍を編成して派遣した。九月二日に北支事変から品事変と解消した。小介石も八月十五日に対日交戦総動員令を発令し、自らが陸海軍総司令官につき、四つの戦区に分けて全面戦争体制を整えた。 蒋介石は河北は補給維持が困難であるとして増援せず主力は揚子江流域とし南京市などでの決戦に備えて温存すると計画した。日本が中国に対し即戦即決戦略を採用したのに対して蒋介石の戦略は河北の日本軍が南下し武漢地区で中国が東西に分断されるのを防ぐため中国軍が河北では交代し 上海に主力を集中して主戦場を河北から河東へと誘致するもので日本軍に上海戦場を開かせるという地球消耗戦略であった。またアメリカやイギリス、ソ連などを日中戦争に巻き込むという戦略も採用した。上海戦で日本軍は苦戦し9月までの日本軍第3、第11師団だけで死傷者は12,388名に上り、 第九師団は11月の蘇州側とかまでに12,360名の死傷者を出した。日本は11月5日、第10軍を甲州湾に、第16師団は白円口に上陸させ、戦況は一挙に貢献した。11月7日に、上海派遣軍と第10軍を合わせて中止な方面軍として編成した。川辺虎四郎ら参謀本部作戦課は、 作戦地域を上海西部の蘇州から河口を結ぶ、戦意島に制限したが、武藤明参謀副長らは南京追撃を主張した。11月15日、第10軍は一挙追撃を勧告し、南京を占領すべきと積極案を出し、独断で進撃を開始した。松井岩根中心な方面軍はこれを追認した。制限線撤廃をめぐって、 激論となっていたが参謀本部も11月24日、南京攻略を容認し、蘇州河口船移動の制限を廃した。方面軍は、上海派遣軍追撃隊は、上州、丹陽、近段に、前進拠点を作り、区主力は、無尺古州船より東部で準備すると命じた。従軍は、河口古州長江へ、114師団一部は、義港、評備へ、 18師団追撃隊及び国崎師隊は広堀に進出し主力は広報地区に集結した最前線の部隊は中国軍によって徹底的に破壊された橋梁や道路を修復しながら進撃を続けた参謀本部はトラウトマン工作など政治的解決を優先する意見などがあったが下村正し第一部長の意見武信により南京攻略が決定され 大陸命7号によって中止な方面軍の戦闘序列が大陸命8号によって海軍との共同攻略が加齢された。中国側は消耗時給戦へ転換させ、ゲリラ戦を発動させた。小解石は11月7日の日記で、光戦時給が重要で遊撃戦を発動し、敵を疲労させると書いた。これは、 中国軍の83個師団約40万の兵力を江北に撤退させる退却援護作戦でもあり、南京防衛は固守して援軍を待つものでなく敵軍の消耗を目的としたもので、日本軍進撃を食い止めるために、橋梁、道路は徹底的に破壊され、家屋は焼かれ、食料は持ち去られた。ティーダーディン特派員によれば南京場外十五マイルの空や清野作戦は 中国軍の怒りとフラストーションであり、焼き払いは軍事目的には役に立たなかった。さらに、敗山兵は広報地域に潜入して、ゲリラ化して日本軍を襲撃した。国民政府は11月19日に重慶戦闘を決定した。首都南京からの撤退に、小介石が反対し、統西地も南京固守方針を定めた。 旧カ国条約会議が不調に終わってからは、小解析も和平交渉に乗り切れ、12月2日にトラウトマン大使と会談した。戦闘序列外略。旅団以下、各連隊の詳細は、南京攻略戦の戦闘序列へ。いわゆる南京師団と呼ばれた防衛軍は、関東軍、厚生軍、湖南軍によって編成され、南京城内の防衛はそのうち、 第36師団、第88師団であった。関東軍は追撃戦で打撃を受けており、南京に撤退後、未熟な新兵を補充していた。なお蘇州公用館の前線で交戦してきた、四川軍は、武庫方面に撤退し、長江を溶かし氏と攻防戦には加わらなかった。国民党の資料によれば、小異国将軍は、約14個し、 また作戦経過概要等では12月初に約15死境とする。日本側の資料によれば、上海派遣軍参謀長、イーヌママモルは約20個死10万人で、日本軍が撃滅したのは約5万海軍と第10軍の撃滅したのは約3万、約2万は散乱したと記した。第16師団参謀長、中澤光雄によれば、 基本部隊計8から9市で、当初1市5000だったが1万に増加し8から9万となり、また以前の上海派遣軍第2課調査で20市推定から、総計10から13万の兵力と推定した。アメリカ側の資料によれば、12月10日後のアメリカ大使館報告では、陥落前に人口の8割が市を脱出し、主要部隊は撤退し、 防衛軍は5万人とされた。ニューヨークタイムズのダーディン記者は、中国軍は16個師団に約5万人が参加したが、3万3000が殲滅され、このうち2万名が処刑されたと報道した。開港者、南京戦士は、このダーディン記者の推定はおおむねだと落とし、さらに、中国軍戦闘商法での78軍が2個団補充、2軍団10軍の2個師。 74軍の2個子はいずれも7000兵力で、これを加算すれば6から7万、人口単洋東障害付近を除く、南京付近の総兵力は6万5500から7万500人と推定する。1937年12月17日のマンチェスター・ガーディアン・ウィークリーは、上海から退却した中国軍30万のうち、 7万5千強の兵が実際に南京付近に駐屯したとするのは疑わしいとして南京にいた主力部隊は陥落前に重慶へ退却しており戦闘中も逃亡する兵士は膨大におり南京陥落を戦った中国軍は2万程度とした。東京裁判判決では中国軍はこの死を防衛するために約5万の兵を残して撤退した。 1937年12月12日の夜に日本軍が南門に殺到するに至って残留軍5万の大部分は死の北門と西門から退却した。中国軍のほとんど全部は死を撤退するか武器と軍服を捨て国際安全地帯に避難したとあり、中国軍を約5万とする。1984年中国側公式資料集、証言。 南京大虐殺は、南京防衛軍は、退却時5万とした。1985年、孫拓儀は、当初の動員兵力10万余とした。1988年、南京防衛軍当初15万、虐殺8万説、孫拓儀説。畑江久彦は、台湾交換戦士から、当初は10万、落城時は3.5万から5万とする。また、 兵力計算を困難にする理由に民兵の存在があった。正規兵はカーキ色のラシャ製軍服を着ていたが、戦闘直前にかき集めた予尾兵、少年兵を含む民兵は能力色の面製軍服を着用、中には私服のままのものもいた。局面によっては正規兵よりも民兵の方が多く、 特に南民区に逃げ込んだ者は民兵が主体だったようだという参戦者の証言もあるが中国側が主張する兵力数にこの種の民兵が含まれているかは確かでないと述べている。孫拓義は南京永樹軍参謀第一課長官道平の証言から総兵力は8万1000人、戦闘兵4万9000、増票3万2000で犠牲は3万6500人とする。 南京戦士はこの増票は広報支援兵力か民兵隊を指すのか判然としない、また71軍6500、83軍5500という兵力は、沈工戦当時はともかく12月7日以降の南京に到達した推定としては大と指摘。笠原特使は最高時の南京防衛軍の編成は約15思相等の部隊よりなり、 総兵力は10万以上ということである。数としては、11から13万という数字が挙げられている。ここではひとまず十数万という言い方をしておく。ここで問題になるのは、この防衛軍総数に、中国で、増票、民を、民講と呼んだ広報、勤務部隊の兵数がカウントされているかどうかである。南京防衛に参加した第71軍第87。 司所活の第261旅旅長、陳王都外県から筆者が直接聞き取りをした時の話では、当時国民党軍の一旅は7000の兵員からなり、戦闘兵が5000人、運送などにあたる、抗勤部隊が2000人とのことであった。そして、中国では一般に日本軍と違って、抗勤部隊を兵数に数えないとのことだった。上記、国民党の資料で、 総兵力数と兵力を明記している場合はおそらく武器を持って敵と交戦できないという意味で直接の戦闘力にならない増票の類をカウントしていない。したがって正規、非正規の交近部隊の兵数を含めれば南京防衛に動員された者の数は上記の数をさらに上回ることになる。略先の総兵力と次に述べた正規、非正規の軍務要員とされた。 軍部民を,を総計して、孫宅義の推定約15万という数が、今のところだととした。また笠原は、総数15万人の防衛軍のうち、約4万人が南京を脱出して、再結集し、約2万人が戦闘中に死傷、約1万人が撤退中に逃亡内し行方不明になり、残り8万人が、捕虜、投降兵、敗残兵の状態で虐殺されたと推定する。 撤退5万、戦死2万、虐殺8万。ただし、上述した、丹道平、総のぞみレンの改装によれば、当初の防衛軍に支援部隊が到着したとあり、増票が含まれている。また、孫拓義も、一方中国軍は、統制地の率いる、主張部隊が15個し、およそ14万人であったが、増票が多く、敵軍と直に戦闘できる兵隊は6割に、 すぎなかった。防衛軍全体の中で、まだ入隊したばかりの新兵が4割近くも占めていた、と、増兵新兵が多いと明記しており、増兵を含めている。なお、孫卓義によれば、中国軍編成は、1個師団が2個旅、87師は3個、旅、4個団、連隊と、各1個への砲兵、工兵、市長兵よりなり、合計13個師団であった。 孫ゴタは1個旅団を平均約4400人、1個師団を1923人とし、13個師団の合計141999人と推計する。また1個団、連帯2200人で、17個団の合計は37400人と、する。この編成で計算すると、陳王都外見旅長の1個、旅団7000人では、1ケシは2個旅団と1個連帯。 公平、公平、市長兵などの合計17,500人となり、13個師団の合計が227,500人になる。森山公平は中国軍の1個師団は5,000人から1万で、日本軍の1個師団より小規模で、人数もバラバラのケースが多かったとしている。栄た式は編成師団13個と連隊15個の総兵力は計15万とした。 国民軍軍事委員会第一軍令部、助英省は、下関馬島一帯で、都化待機避難民は3日も待っているが、まだ渡れるものがあると日記に書いた。なお、1939年の時事年間では、戦士800、戦勝4000とある。南京戦士は、12月4日から13日の中国軍戦士者合計を、約2万9000と推定する。なお、 1937年12月29日に、上海派遣軍は、日本軍戦士800、戦勝4000、中国軍遺棄死体8万4000、捕虜1万500と発表。翌年1月には、敵の損害は約8万、遺棄死体は約5万3874と算定した。これにつき戦死総書は、日本軍の戦火発表が課題であるのは条例であった、ことを思えば、 この数字も疑わしいとし、南京戦士は、上海派遣軍発表の行き死体数は、中国防衛軍の総兵力判断6から7万と、比べ著しく課題であるとしている。人的被害は、日本軍が、中国軍の捕虜、敗山兵、便衣兵、一般市民などに対して、戦時国際法違反を行ったとされる、南京事件が発生したと言われるが、その規模、 虐殺の損比などについて論争があり、南京事件論争、南京戦保虜、敗残兵への対応にも記述はある。物的損害については、当時の記録として、スマイス調査、南京地区における戦争被害があり、その前書で物的被害は、日本軍と中国軍双方によるのが事実であると指摘している。戦闘商法などの公式文書の集計では、 日本軍は約2万7千人の中国軍の捕虜、敗残兵のうち約1万2千を銃殺など、初段7450名を収容、7850名を釈放、不明が172名である。ただし、南京戦士は、この集計は大雑把な目安に過ぎず、戦闘商法は戦果として上進される資料であったことから課題に、 表示されていることはほぼ間違いないとしている。1937年、昭和12年11月から日本と中華民国国民政府間の和平交渉であるドイツの中介で行われたトラウトマン和平交渉が行われており、日中間の南京開幕後に、小介石は1938年、昭和13年1月14日。 日本側との同行渉を再開するが、広田後期外相は、中国は日本が和平交渉を交うた書きぶりだが、講和要望は、中国側から提示すべき筋合いであるのに、自分の意見を示さず日本側の条件に説明を、求めるのは、和平の正義がなく、宣言策を講じていると考える外ないと答え、大本営連絡会議も同意し次の段階に入ると、した。しかし、大本営は、 外省と連絡会議の方針に反対し、15日に連絡会議を開催を要求した。15日の午前の会議では、政府首脳は中国に誠意なしと主張、陸海東水部は交渉打ち切りは時期尚早と主張し、簡易のみや参謀総長は今一度の確認をすべきとし、ただ春参謀を次長、軍令部総長らは中国側の最後的格闘を待たずに準備もないまま、 長期戦に移行するのは困難と主張したが、政府首脳が譲らなかった。15日の午後の会議では、杉山陸将、広田外相は中国に誠意なしと主張し、与内外相は政府は外務大臣を信頼する。東水部が外務大臣を信用せぬは同時に政府不信任であると答え、参謀次長らは夜の会議で、 小政権否認に不同意であるが、政府崩壊の悪影響を認め、目下して、あえて反対を唱えないと情報した。翌十六日、政府は、国民政府を相手とせずと声明を出した。南京戦士、開校者の編参者で、独立系総校者、第二中大小隊長の宇根本正美は、トラウトマン校が流産したことは痛恨の極みとした。その後、 日本軍は1938年4月から5月の助州改戦によって助州を占領。6月に中国国民党は黄河決壊作戦で黄河の堤防を破壊し日本軍の進攻を止めようとした。その後日本は武漢作戦によって武漢を占領していった。第二次世界大戦終結後の1946年ランキング時法廷では第六師団。 ハセ夫と1と、百人切り競争の容疑者として、商意、野田武氏と、向井敏明らが、死刑、判決では、南京事件の被害者総数は30万人以上とされた。東京裁判では、松井岩根陸軍大将らが処刑された。南京攻略に際して、日本軍は、多数の捕虜や民間人を殺害したとされ、南京事件、犠牲者数をめぐっても、 論争となっている南京事件論争。ここでは中国側日本軍に完敗し、軍民共に大きな被害を受けた中国側の作戦指導の問題の諸説を記述する。1939年国民党将校のオア,アーロンは上海戦で負傷したため南京にはいなかったが南京戦におけるあのような狼狽や惨憺たるありさまが不可避であったとは 絶対に思わない。しかし実際の退却は、船一層ない洋子港の豪豪たる本流を渡ろうとして、十数万の大軍が蜂のように群がり、それに対して、私場の守備兵が情け容赦なく発砲する中で、結構沙汰。略これは、戦術の誤りだと自軍の対応を批判した。南京国際安全区委員長のジョン・ラーベは、中国政府は、兵士は、 愚か一般市民も犠牲にするのではないかと懸念し、国民の生命を顧みないと批判した。ニューヨークタイムズのダーディン記者は、日本軍の略奪、暴行、民間人の殺害や捕虜の大量処刑などを厳しく評価しつつ、他方で中国軍に対しても、戦争の初期において示された長考方面軍、勇猛な精神は、ほぼ2ヶ月にわたる、 上海付近での日本の進撃を阻止できず、指揮の失墜を招くことになった。ドイツ人軍事顧問及び参謀長である城、高敷将軍の一致した勧告に逆らってまで、無益な首都防衛を許した、小解石総統の責任は、かなり大きい。もっと直接に責任を負わなければならないのは、統制地将軍と配下の関係師団の指揮官たちで、ある。彼らは軍隊を置き去りにして逃亡し、 日本軍の戦闘部隊が城内に入ってから生ずる絶望的な状況に対しほとんど何の対策も立てていなかったと評価した。また、ダーリンは日本軍は南京の非軍樹施設は攻撃しないと約束し、中国軍も安全区から兵と武器の撤去を制約していた。ただし、東昇軍は武装解除の完了時期決定を保留にしたため、10万人以上の非戦闘員は 日本軍の入場までは、比較的安全に過ごしたと報じている。台湾の研究者リクンさんは、列強の日本に対する実力制裁を期待する、政略のために膨大な中国軍将兵が犠牲となったとして、小解席を批判している。中国軍の防衛作戦の誤り、指揮統制の放棄、民衆保護対策の欠如については、忖度義要転席、 笠原徳志らも指摘している。南京事件を描いたものは、南京事件南京事件を扱った作品を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。